はい。フェアプレーとはという話ですね。先日、黒沢さんがね、先ほど話題に上がった黒沢さんが、レムリーグ歴代最高得点を叩き出した、その過程の中で、こんな一幕がありました。はい。はい、第1弾のね、黒沢さんが、まあ、親でね、こうやってバーってリーパイしてて、なんか、1度目は積もらずに、1個目積もらずに切りそうになってると。で、そこを、ゆうくんが、あ、まだ積もってないですよっていうふうになんか静止してくれたことがね、すごいフェアプレーの精神として、皆さんに広く、なんていうんですかね、褒められるというか、はい、称賛されるということがあったんですけど、これね、これ、まあこれも含めてなんですけど、これって果たしてフェアプレーなのかどうか、っていう問題もね、そもそもあるかなと思いつつ、ちょっとね、僕がこのフェアプレー、麻雀においてフェアプレーとは何なのかっていうのはね、ちょっと、テーマとして挙げてみたいところだなと思い挙げてみましたという話です。はい。ねえ、いやこれね、僕思ったのは、まず例えばフリテンロンの時とか、そうフリテンロンの時とかってロンだけ言っちゃうと上がり放棄です。で倒しちゃうとチョンボですっていう。ところでの最低に差が出てくるってよくある話じゃん。で、まあ、それは現状の最高戦もそうなってるんだけど。で、じゃあ、さ、ロンって、あっっていうふうに誰かが言ったことによって、その人が、倒さなかったら、その人上がり放棄で済むわけじゃん。みたいなのを指摘するのかどうなのかと、なんか、近しい問題のような気がするんだよね。確かに ね。これ、多分ね、なかなかルール、まあ多分ルール化するんだとすると、もう一律何も言わないでくれ、みたいな。それが多分そうなんだ。なんだよね、絶対言うことができないからね。そうそうそう。絶対言ってくれば、多分、気づかない。気づかないからね。そうそうそう。言えないから。まあ言わないでくれがルール化するならそうなるとは思うけどね。そうそう。だからなんか、ゴルフとか、さっきね、話題に上がったゴルフとかだと、例えばその、競技とかになった時に、さ、第1打目打つ時さ、ここ越えちゃダメですよっていうラインあるじゃん。あれより超えて、要は球をセットして打っちゃうことってあるわけよ。だけどそれはみんな指摘しないの。で、後で、スコアカードを記入して提出するんだけど、その時に、本当はあれって、超えて打ったら、プラス2しなきゃいけないよね。だけど、打った本人は気づいてないから、プラス2しないじゃん。それで、その人は失格になるわけです。なるほどね。はい。というのがあったりね。なるほどね。そうそうそう。そっちの方が、やっぱ、競技としては正しい形な気がするよね。だから、結局、同卓の人がたまたま言ってくれたっていうのが、たまたま気づいて言ってくれたっていうことによって、その人が得をするっていうことが、競技としてどうなんだいっていうところだよね。そうね。でもなんか、ね、やっぱさ、昔から麻雀やってる人っていうか、僕ら世代もそうだと思うんですけど、なんか言っちゃうじゃん。言っちゃう。そう。よっぽど意識してないと、そうそうそう。詰まってませんよって、なんかさ、体が勝手に動いちゃうじゃん。雀荘で働いてた身から。だからそれはうちらがやっぱ、雀荘文化で育ってるから、もうむしろそれが当たり前なのよ。雀荘で。そう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 。体が反応しちゃうよ。言ってあげるはもう当たり前で。言ってあげるって概念すらないもんね。ないよね。言うものだっていう概念になって。出ちゃうよね、体に。出ちゃう。そう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 。だからもうそれがやっぱりね、そのマージャンはなんか最初に言った競技として発展したきたものではなく、その、煩悩場面でから発展してきたものだから、そういう風になってるんだけど、だからね、だからまあさっき言った話でさ、まあフリテンローンした人がいて、まあもうその人の内面は分かんないからね、本当にわっあっっていう風に出ちゃったのか、もしくは自分は国士無双を張っててそこがチョンボで流れちゃったら嫌だからっていうので普段言わないけどあって言った人なのか、何かも全然わかんないし、だからやっぱ一律言わない、言っちゃダメっていう風にしちゃう方が競技としてはフェアな気はするよね。全員に対してフェアな気はするかな。でもね。なのでここはね、多分まだ、どこの多分団体もそうだし、
いや、これね、はい、これかっちゃんと話してたんだけど、うんうんうん、連盟さんは、うん、語論促進にしたらしいんだけど、うんうんうん、それってそういう問題があるから。ああ、なるほどね。そう。最高線、確かに発生チョンボだね。そう。最高線は発生のみは上がり放棄で、うん、東海はチョンボなんだけど、うん、連盟さんは語論発生のみで、チョンボになってる、うん。そうなってるね。うん、だけど、それはそういった部分での、なんだろう。まあ、指摘するしないとかがあるってこと、ね。指摘するしないとかによって、有利不利が出てくることを、うんうんうん、ルールの面から、なくそうっていう考え方だと思う。うん。うん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 。そうなるほど、うん。確かに。うん。あ、それはわかりやすいね。ね。ご論則調はなんか。そう、うん。そうなのよ。うん。ね。確かに。ね。だからね、いや、これね、だけど、そうね、難しいんだよね。これね、出ちゃうのよ、うん、俺らってね。な、そう、出ちゃう。出ちゃうの。そう。出ちゃうよね。気づいたら出ちゃうんだよね。でもこれさ、練習もね。練習できないからな。うん。そんなに怒らないもんね。怒らないからね。うん。なんか。そんなに怒らないと思うから、こっちが、うん、声が出るわけだから。そうだね。そう。安全牌だってきて、っていう声は、もう絶対出ちゃうの、うん。そう。出ちゃうよね。そうだよ。ね。うん、こっちとら安全牌のつもりで、切りましたってなったら、うん、ってなるのは、それはもうそらそら出るでしょってなるから、うん、出ちゃうよね。そうなんだよ。うん。だから多分ここの、フェアプレイみたいな話と、多分さっきのね、うん、ルール化の話かなり、うん、セットで考えていかなきゃいけないんだけど、うん、なかなかね、否定していくのも難しいですよね、という。そうなのよね。はい。話ですね。うん、はい。だから、まあ、ね、なんかね、多分ファンの皆さんと例えばイベントとかでやるときとかは、うん、多分絶対言ってあげるんだと思うんだけど、もう1億パーいますね、1億パーいるよね、1億パーいます、はい、そうだから、まあ、競技のときだけだよね、だから困るのは、うん、これ、そう果たして僕が言うことがフェアなのかみたいなのがちょっとあったりするんだよね、うん、僕、うん、あと石橋さん来ましたよ、なんかゲームゼロって言えって思ってるから絶対声出ないですよ黒いね、うん、でもそういう人がいても全然 ねおかしくないわけだ、で、その大事なのはそういう人をなんだよフェアじゃねえなとか、うん、言うべきではないっていうことなんですよね。うんうん、そう。だからそう。だから今回、ゆうくんが称賛されたのは、僕は全然称賛されていいと思うし、そういう考えのもとでね、多分ゆうくんもやってるんだと思うから、うん、素晴らしいことだなと思うんだけど、うん、そうじゃない人がいても、批判されるべきではない。批判されるべきではない。うん。そうなの。だから、ゆうくんが、あれでフェアで、で、うん、ただ、まあ、競技性の上での信念を持って、わざと言わないって人も、うんうん、その人もやっぱりフェアではあるから、うん、そうね、そう、だからどっちも悪くはないし、そう、うん、まあまあ、だからそのまあ言わなかった人が多分なんか悪い人じゃんみたいな感じで思われちゃうかもしれないけど、うん、いやそうじゃないんですよっていう、うんうん、気がしますね、うん、ちなみにね、あの後、うん、太郎さんの放送を僕見てたんだけど、検討配信、うんうんうん、まあ同じような質問がやっぱ来てて、うんうんうん、太郎さんは、うん、まあ意地悪で言わないとかじゃないんだけど、うん、僕はやっぱり言わないよりですというのは、その多分公平性の観点で言ってると思うんだけど、うんだねうんうん、言わないのが公平だと思うから言わないに言ってましたね、うん、ね、はい、なんかアキナちゃんもなんかそうだね、うん、そういうこと、あ、まあ自分がどうするとかじゃないけど、うんうんうん、なんか、うん、それだとやっぱ同卓して言ってもらえなかった人かわいそうじゃないですかみたいなことは言ってたね、うんうんうんあと気づかないもやっぱあるからね。あるかね。あるんだよね。そう。全部気づけるんだったら言うんだけどね。そう。ね。そうなのよ。だからそうな、で、そう難しいのは本当そうで、視聴者さんにとってはどうですかっていうので、それはね、そんな上がり放棄で一曲、ね、一人上がり放棄になる対局なんか、ね、うん、見てもっていうので、うん、そう、みんな、ね、みんなが、ちゃんと上がりがある状態で、曲が始まった方が、うん、それはね、面白いから、うんうんうん、それはそっちの方がいいよねってなるんだけど、なんかね、難しいよね。うん、だからそれもやっぱ、うん。なんだろう。いろんな観点がある、ね。いろんな観点がある。そう、うんうん。競技プロとして、だからもう、うちらも、
ね、麻雀プロになった時なんて放送対局なんてそんなんなかったわけだから そう視聴者なんて視聴者さんなんていないわけだからね、うんうん、そうねそう、そういったところから入ってきてるから、うん、まあ、そっちのあれはあるけど、ただやっぱりなんだろう、例えばね、うん、現場でそういう対局番組とかでも、まあそのプロ団体側の対局番組じゃないやつ、バラエティよりの対局番組とか出てくると、うん、やっぱね、それはもうそこのプロデューサー側の視点とかってすると、そんなん言ってくださいよ、頼みますよみたいな感じになるよね。それは、ね、それはそうだよね、うん、それはそう、うん、そうなん、番組やっぱ見てもらうっていうのが前提だからね、うん、そうそうそう、だからそういったところも含めてなんか、うんうん、だから M リーグはどっちでもあるからね、うん、それが難しいところだよね。エンターテイメント番組でもあり、うん、競技の世界でもありっていうその2つの側面があるから、うん、非常に難しいんだと思う、うん、なかなか決めづらいし、多分選手に裁量を持たせたとしてもやっぱりどっちの意見も出るという感じですね、うん、おそらくね、うん、ね、うん、そうなんですよね、はい、悪ではないっていうことは分かってほしい。そう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 。そうだね。そうなんだよ。まあ、だから結局ね、まあ、なんかいろんな、まあ、ルールとかマナーとかの話はあるけれども、うん、どれに関しても、どういう選択しても基本的には悪ではないんですよ。うん、この規定に反しているとかがあればそれはダメだけど、そうじゃない範囲の部分ってやっぱりいろんな考え方があるから、うんうん、その選手個人が、ダメとかっていうのではなく、それはやっぱり、うん、なんだろう、その全体として、どうしていきましょうっていうことを定めていくべきだと思いますね。うんうんうん、